レオパルト2、レオパルト2、レオパード2、レオパルト2倍は、西ドイツが開発した第3世代主力戦車である。製造には、クラウスイコールマファイ社を中心に、複数の企業が携わっている。レオパルドと表記されることがしばしばあるが、ドイツ語では、語尾の D は濁らないので、原音に忠実に、日本語表記すれば、レオパルトが正しい。 現場では、レオパルトツバイ、ツバイではなく、レオパートツボウ、ザウオウと発音されることが多い。これは、3を意味する、ドライ、ドライとの聞き間違いを避けるために、電話などで使われる発音と同様である。レオパルト1は、1965年に登場したが、その頃から、ソ連戦車の進歩に対応するため、120mm 格好砲を、 採用した強化版が検討されていた。しかし、これはアメリカとの MBET-70 の共同開発プロジェクトを推進するためにキャンセルされた。MBET-70 は革新的な設計であったが計画よりコストが増加し、西ドイツ当時は1969年にプロジェクトから撤退した。純国産の新型戦車の開発は 1970年にクラウスイコールマフハイ社によって始められた。1年後に本戦車のベースとして MBT-70 ではなく1960年代後半に存在した金メッキのレオパルトプロジェクトが選択された。1971年には新戦車の名称はレオパルト2と決定され、元のレオパルト戦車はレオパルト1となった。 同年17両の試作車が発注され、16両が製造された。最大車重は50トンとされた。1973年にアメリカは試作7号車を購入、テストし、1974年12月11日にはアメリカと新型戦車の共同生産について覚書が交わされた。第四次中東戦争の戦訓から傾斜角をつけた。 中空走行を多用した試作者より、はるかに強力な装甲が求められた。その結果、重量は60トン級になった。14番試作砲塔は、新しい走行の形状をテストするために改造され、ほぼ垂直のスペースドアーマー、中空走行の採用と、砲塔後部の弾薬格納庫によって、レオパルト1より、はるかに大型の箱型砲となった。このように、 レオパルトにはしばしば言われるようなチョバムアーマーではなく、当初は中空装甲を採用した。試作14号車はラインメタルの 120mm 格好砲を採用した。アメリカの M1 エブラムスもやがて同じ砲を採用することとなった。その後、2両の試作車体と3機の試作砲塔が発注された。20番試作砲塔は 105mm 砲、L7 と、 ヒューズ社の射撃管制装置を装備し、19番試作砲塔は同じ射撃管制装置に 120mm 砲を装備した。21番試作砲塔はヒューズ社とクルップ社の共同開発の射撃管制装置と 120mm 砲を装備していた。1976年夏に19番試作砲塔と 車体が20番の試作車体と走行防御をテストするための特殊車両とともにアメリカに送られた。この試作車は簡略化された射撃管制装置を装備していたため、レオパルトニー AV、簡略化、オースティアバージョンと呼ばれた。同年9月1日からレオパルトニーと XM1、M1 エイブラムスの試作車との比較テストがアバディーン製のオーシで開始され、 同年12月まで続いた。アメリカ陸軍は、レオパルト2と XM1 は、火力と機動力は同等だが、XM1 の走行はより優れていると報告した、砲は同じ 105mm 砲、L7 を装備していたものと思われる。今日、成形作薬団に対しては、この報告は事実であると判明しており、鉄鋼弾に対しては、レオパルト2の走行は、 XM1 のおよそ2倍の強度を発揮した、XM1 の 350mm 厚相当に、対して 650mm 交渉あたり。レオパルト2の多燃料対応型ディーゼルエンジンは、騒音は大きかったが、発熱量は少なく、より信頼性が高く、燃費も良かった。20番の試作車体は、砲塔の代わりにダミーウェイトを取り付けられ試験された。 比較テストを終了した車体はすべて、ドイツに送り返されたが、19番の試作砲塔のみ、残されて7番の試作車体と組み合わされるとともに、ラインメタル1 2 0ト、mm、ル砲に換装された。3月までのテストでこの砲は、M1 エブラムスの初期型が搭載していた1 0 5ト、mm、ル砲、L7 より、はるかに優れていると判明し、引き続いて行われた、NATO 軍の戦車射撃協議会でも、 同じ結果が確認された。1977年1月にドイツは3両の車体と2機の砲塔からなる量産試作車を発注したが、これらは車体全面により強化された装甲を装備していた。続いて1977年9月2800、両のレオパルト2が発注され、5つの量産バッジに分けて製造された。 最初のバッジは1979年10月25日に納入された。1980年代後半、KWS コンプフワーツティガーンイコール戦闘能力強化という改良計画が立案された。計画は3段階あり、開発の末先行して実用化された KWSE 改良を行った車両はレオパルトに英語となり、 レオパルト 2A5 に KWSI 改良を行った車両がレオパルト 2A6 となった。KWSE だが実際にレオパルト2のプロトタイプ車両にラインメタル車線 140mm 格好砲 NPZK140 を搭載した試験車両が作られ実験が行われたが採用されなかったスイス陸軍でも国産 14mm 格好砲を PZ87A をレオパルトに A4 に搭載し実車試験などを行ったという。A4 までの車両の砲塔正面走行が垂直面で構成されていたため、左軽視上の欠陥と揶揄されたが、特殊砲弾技術が発展した今日において、主に使用されている戦車砲弾のアプフスズは、走行を傾斜させても上段しないため、弾軽視は過去のものとなったといえる。 ちなみに A4 までと同様に指示直面を対応した外観を持つ複合装甲の車両には陸上自衛隊の90式戦車がある。A5 以降の改良型には核壁装甲あるいはくさび装甲と呼ばれるくさび型の空間装甲が追加されており防御効果について軍事評論家から諸説が唱えられているものの真相は不明である。A5 と A6 の違いは 44口径 120mm 格好砲から55口径 120mm 格好砲に換装したことによる方針長の延長である。約1 3メートル長くなったことで砲弾の初速が向上し、有効射程が向上した。また、同時に薬質も強化されて、より強力な弾薬の使用が可能になっているが、命中精度と、 方針寿命は若干低下したとも伝えられている。ドイツ陸軍の A5 はすべて A6 に改良する予定であるという。A6 及び A6 の改良型はオランダ、ギリシャ、スペインも導入している。A5 及び A6 への改良により戦闘能力が強化されたことは間違いないと考えられるが、重量増加に伴い機動性や航続距離が低下した。また、 55口径 120mm 格好法に乾燥した A6 では、長方針の扱いに慣れていない頃は、森林や市街地での取り回しの悪さが問題視されて、当初の評判はあまりかんばしくなかった。1990年代に入り従来のマトゥーメガ a イト八百8 7 3に代わり、新型のマトゥー m t 8 8 3を搭載したユーロパーパックが開発された。 これは、新規生産車両だけでなく、改修により既存のレオパルトにへの換装も可能となっている。スイスでは、PZ87-0 を E、ドイツでは、レオパルトニプソという、低強度紛争、エリシーなどにおける、紫外線などに対応するための最新改良型が、開発されていることからも、本社がまだまだ、マイナーチェンジに耐えうるゆとりを残していることが伺える。 すでに配備開始から30年以上経っているドイツでも、次期主力戦車についての発表がないことから、ドイツ連邦軍は、当分レオパルト2を主力戦車として運用するものと考えられている。状況的には、ロシアとの冷戦が終結し、必要性がなくなったこと。また、イラクでは、エイブラムスが、携帯型ロケット兵器や仕掛け爆弾に苦戦を強いられるなど、 今後の戦車開発を難しくさせている。1980年代までは輸出は順調ではなかったが、1990年代に入ると、冷戦終結に伴う軍縮により、ドイツ連邦軍、旧西ドイツ軍が余剰となったレオパルト2を安価に提供したことから輸出が活発化した。今日では欧州向け輸出に広く成功したことから、 事実上の欧州標準戦車と呼ばれるまでになっている。主な理由は、堅実かつ発展性のある設計により、使用国独自の改修を施す余地が大きいことと、その要望に応じた、使用変更にも対応する柔軟なサポート体制に、ある。新車のレオパルト 2A5 やレオパルト 2A6 の輸出も行われているが、ドイツ連邦軍が配備する車両とは、細部の仕様が異なる。 オランダは M1 エブラムスについてコストが高いことと 120mm 砲の装着を拒否されたことから不採用を決定して1979年3月2日に445両のレオパルトニを発注したドイツ本国に次ぐ保有国であるがやはり冷戦終結後の軍縮政策によりドイツと同様に発生した余剰車両の輸出国となっている スウェーデン陸軍が、ストライツボン10 C、103C、STRV、103C の後継として購入した、ストライツボン122、STRV、122は、当初の計画では、英語そのものだったが、購入の後スウェーデンでの運用思想に合わて、独自改良、英語では見送られた、車体前面と、砲塔上面に装甲を、追加を行った結果、より重装甲になり、 重量も62.5トンに達した。このため機動力は犠牲となるが、スウェーデン使用者は、ドイツ連邦軍の装備している通常型の A5 や A6 よりも優れた防御力を有している。現在では同様の走行防御を施した A5 以降のレオパルトニを、ギリシャ陸軍、スペイン陸軍、デンマーク陸軍、車体全面のみも装備している。最近では、 レオパルト 2A6M と同様の地雷防御改良を施した STRV122 バイトという車両が発表されている。スイスは1983年8月24日に35両を発注し、1987年12月には345両の追加ライセンス生産を始めた。パンザー87レオパード。 PZ-870 をとして配備されており、車体後部に大型のマフラーが取り付けられているのが特徴的である。現在は PZ-870 をレオパルト 2A4 をもとにパンザー87レオパード、ワーターホールン、PZ-870 を E と呼ばれる改良系を独自に開発した。核壁走行、ショット走行とは異なり、アップフスズに対する、 防御力を持った強固な垂直の増加装甲を、砲塔前面及び側面に装着しており、砲塔部の防御力は A5 や A6 よりも優れている。車体底面には、レオパルト 2A6M と同様のものと考えられる、地雷防御改良が施されている。装填主要、発チ工法には、全周旋回可能な遠隔操作式重火を設置し、12.7mm 重機関銃を据え付けている。 スペインは1990年代に入り、スペイン陸軍が保有する戦車の旧式化の問題を解決するため、それらを一気に置き換える目的で、レオパルト 2E を導入することとなった。これに合わせて、ドイツ陸軍からレオパルト 2A4 を上院訓練のために108両を5年間リースすることも決められた後にリース中のレオパルト 2A4 を正式に購入している。 レオパルト 2E のライセンス生産は当初は A5 と同仕様にする計画だったが導入計画中に A6 が登場したため仕様を A6 と同等に変更して生産導入されることとなった製造は最初の30両を KMW 社が残りをサンタバルバラシステマス社現ジェネラルダイナミクスヨーロッパランドコンバットシステムズがライセンス生産した 2006年3月には、チリ陸軍もレオパルト 2A4 の導入を決定した。レオパルト2は、クファーとして、コスボに派遣されたものの、実戦投入の機会がなく、他の実戦投入の機会がない戦車と、同じく真の実力は未知数とされるが、改良型のレオパルト 2A6 の能力は、同世代の戦車の中でも高い水準にあるとされる。2016年、 トルコ軍はシリア内戦に本格介入し越境攻撃、進行を開始したが、戦車、装甲戦闘車両専門誌、パンザーの2017年8月号の54ページにおいて、破壊されて、車体全部が大きく吹き飛び、砲塔が外れた状態の同軍の A4 の写真を掲載。そのような事態に至った理由として、シリア反政府組織の対戦車ミサイルが、後方から、 車体宇宙オーブに命中、メタルジェットが車体全部左側にある砲弾ラックに到達し、爆発したためとしている。同戦闘では少なくとも重量以上のレオパルト2が失われてて折り打ち半数は対戦車ミサイルの攻撃による。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。